はい、リストにはお互い、えー、少しだけ違いが見受けられるんですが、はいえー、大きなポイントとなりそうなら小澤選手は、えー、ブラスカが入っていないところですかね<ー><の>珍しいそうですねその代わりにチャンドラが3枚に増量されていて、はいえー、スカラベの神も3枚、はい、そしてミラーマッチにおいて絶大な影響を誇るオーシン・ニコル・ボーラスがメインから採用されている、ね、これはかなり珍しいですね,そうですねさあそして先手後手はダイスで決定されます さあ、最後の一戦、はい、先手は河合選手ですねさあカバレージの握手してくださいってやつですねちょうどそうですね、準備がシャッフルが終わったところで今マリガンチックをしようとしているところですか

えー、ブラスカといったラインナップですかね、うん、ま今のところ初手はかなり強いんですけど、河合さんの方がちょっと3ターン目までのアクションがないのだけちょっと懸念されますかね、まあ、ただ、除去プレインゾーカーって流れが綺麗に見えるので、うんうん、いい手札ですね。なので、小沢選手としてはちょっと2ターン目動けないときつい展開が見えるかもしれないです。なるほどッチのコールが始まった 気をつけましたねさて小沢選手、2馬の駅も引きましたねただ、色マナとか土地の枚数大丈夫ですかね3枚はあったと思います、0気拠点しまってまだ持ってるのでうん、うん、まあ普通に考えれば、構えのターンそうですね河井選手は明らかに2打目余裕を持ってパスするということはそれに対してこちらも除去構えましたね。 ちょっと緑マナが霊気拠点しか今現状ないのでここで緑マナを使うとちょっとならずものの生成屋がいやベストなカードを引きましたね,ねここファスト、ファスト、ファストというそのうちこれ以降はもうタップインになってしまうのでこのつなげ方をするのがベストですね河合選手が逆にちょっとここで土地がないいみたでですねそうですねねそう霊気拠点は一番最後に置きたいタイプの土地なのでおまあまあでも、ちょっと一旦遅れで終わりましたが。 3になって、うん、さあ土地が引突ししけないでここでもチャンドラとかされちゃうといきなりゲームセットになってしまうんですがそ,です、ね、そして引いている小澤選手もう手札相当に強いですねこれ、お約束のチャンドラプラス除去で5でスタートみたいな感じですか攻撃してもいいと思いますが相打ち取ってくれるんだったら相打ちの方がさあしかしもうしっかりマウントを取りにいきますねここでプラスして チクレをキャストして圧倒的に有利な盤面のままそうですねこれチャンドラ返しをされても全然問題がないと、ね、さあそして川合選手は土地が詰まってしまい動きがなんなら土地もないいやーこれエネルギー使わなくてもいいんですがです、ね、緑マナあるよって感じでさあ小沢選手はもう手札も強いので。 そうですね強すぎて逆にどう動くか先ほど中村選手から指摘があったんですけどチャンドラでここでマイナスをしてしまうと、えー、河合選手がチャンドラを出したときに少し裏目っぽくなってしまうのでどう動いていてくか、ねまあ、普通に考えると別に場中ナのこの出した脅威じゃないので,で、ね、このターンはマナモードでつじ風を出して、ね、チャンドラをしっかり守りつつ。 鉄壁の守りみたいな感じですね。すねここでゲームセット、はい。次のターン、次の次のターンにはもうチャンドラがエンブレムになっちゃうので、でね、エンブレムになってしまうとゲームセット、自動ゲームセットですね。はい、小澤選手が一本目を取って、えー、サイドボードが使えるのは三本目からのので、もう一回二人ともメインボードのまま二本目を回ります。すね、早かったですね。はい。どうでしょうか。さあ、どっち、あもうかなりいいですね。 一旦駅拠点から昭和を打って森ですか、ねはいまあ、乗ってる時の <laughs> まあよくいろんな記事に書いてあるんですけど一旦 <laughs>、はい、ー目、この動きをするときは大体森持ってこいと <laughs> まあ緑が明らかにないので <laughs> うそうですねこのアクションでない森を持ってこないパターンはだいぶレアですねもうつむじ風いっぱいとかそれぐらいですよね色合いの応酬もあるとか。 そうですねさあ対する小澤選手はちょっと土地が5枚ありますかね今の時点で引いてきたのも土地みたいな感じですかそうですね土地が 5,、えー、5枚にスカラベの神マナクリーチャーチクレイナズマとなるほど、まあ、これ以上は引きたくないまあ1枚がサイクリングランドですのでまあこれはおそらく焼かれそうですねほぼノータイム 一旦た我慢してもいいかなと思ったんですけどね次のターンに合わせる形で最悪の,の最悪の受けとしてはここでクリーチャーをキャストされなかったときにチャンドラーに綺麗につながってしまうというのはよろしくないので,で、ね、まやっぱり構えている相手にあえて飛び込んでいく必要があるのかという。そうですね そう小澤選手、このターンは竹霊、えー、稲妻を構えながら相手が、えー、大した動きがないんだったらサイクリングまあそ一応森か山を置いてアンタップインをするかどうかくらいのところですか、まあ、特に大きな意味はないですね、うん、すねこれ以降の,その土地の置き方で変化があるかもしれないのでそのほうする方が対戦相手からすると土地がなさそうには見えますね。あと 小沢さん的にもここから先でいい土地の変化がある可能性があるので、まあ、こっちの方がいいかなという,う、ね、途中タップインを置くときを考慮するとこうやって置い,と、うん、いい土地から置いておいた方がその後動きやすいさあそしてここはインパクト抜群のハイドラハイドラが来ちゃいましたねもうハイドラ基本的にハイドラか多面層以外ではちょっと対処が難しいのでそうですねエネルギーが 出たときに2位以下ではなくて3位以上あるので対応して竹紅稲妻などでは殺せない状況になるさあしかし小澤選手もここはしっかりハイドラで返してまあまあこれは相打ちをしたいハイドラですねしかし川井選手、えー、今回は土地もばっちりあってなおかつ手札も充実しているように見えますとりあえず相打ちアタックをしますかねそうですね手札これだけ強かったら 殴って問題なそうですけどね一、えー、回ハイドラでリセットして河合さんだけつむじ風っていう状態にできればなななるるほほどど問題なそうですけど,、はい、ど,どそれ以外の選択肢としては何がありますかね、まあ、まあ待つといいうプランもななくは河合さんとしては相手のハイドラをここで打ち取っておいた方が後のエネルギーを全て遠くに変換しやすいので相手がハイドラプラスエネルギーって状態になるとちょっとこっちもそれに合わせてエネルギーを温存したりしなきゃいけないので。 そそれこそ塾から守るために最低でも3つは維持したいなるほどまあそういうのをもうなくすためにさっさと相打ちしちゃった方がが愛い選手としては楽だと思いますが確かに一方で小澤さん的にはもう殴られたときはすぐ差し出すところですね。ちょっとダメージ通せないんじゃないですか、えー、そうですねちょっと小澤選手手札がならず者の生成で黒マナがないんですよ。よんスカラベはあるんですが、うん、これ 急エネルギーにしてから攻撃で先にプラス1カウンターを使われるという展開とかもまたちょっと苦しいです、ね、そうですすねねそう河井選手はエネルギーを増やして攻撃するっていう選択肢があるので今、それを悩んでるんだと思いますねこのまま殴ればもう多分小澤選手はそうでおとなしく対応してくれると思うのでエネルギーを出し増やしていくと、えー、河井選手のハイドラのタフネスが6までいくので、えー、現状のエネルギー数では小澤さんは打ち取れないと。 どううでしょうね先に攻撃してもしチクレイナ稲妻なり何な,なりがあるのであれば自分から2パンプをしてそのスタックで打ち取るということもできますがそうですねさあもうこれは特に気をてらわずに通してくださいとそしてここで黒マナもしっかり置いて5ナ目置いて手札両替の奥州とスカラベの神と。はい 対する小澤選手はこのターンは力をためるターンになりそうですね、ならずものでしょうがないですね、ライフも押されてるし、盤面も押されている、仲間など残した方がよさそうな気もしますが、うんまあ、多分あの、蓄礼を打つ際には、アンタッピンで手札にちゃんと持ってるので、問題ないだろうと、はい、自然との調和を引いた時の動きを考えてみたいなことかな。そうですね でのデッキリストはバレてるので、錯覚、はい、がないのバレてる,ある、マグマのしぶきが、はい、ないのもバレてるので、赤1で何かをすることはないので、うんうん、さあここで川合選手は遠くを生み出して、さらに攻勢を強めていきます,す、ね、地上戦ではなく、空中戦の方を選択したという形ですね。一<あ>回殴ればいいかみたいな、もう盤面、地上はもう完全に止まっているというか、無理して突破する必要がないという状況ですね。 で、二点。さあ、そして。もうライフに、だいぶ差がついて、つむじ風もある、この状況で。はい。紙を呼び出しました。はい、手札には両替の応酬もあって、対戦相手の両替の応酬にもしっかり。対応できるようになっています。苦しい。サイクリングでしょうか、ね。そうですね。これは、一旦、パスさせて。自分のエンドステップ。 に竹れを打ち込むようなゲームプランを取るしかないかなまあただ、ちょっといろんな面で今負けすぎているのでちょっとそれで本当に大丈夫かと。うん、とは言いつつも黒マナをトップデッキする確率かなり低いですからね,そうですね、まあ、一応、えー、レイキとの調和回して9枚ぐらいはあるんですけどそうです、ね、9枚という数字が。 信用に値できるかどうか。僕はもうサイクリングしそうですね。サイクリングしましたね。うん、からの。あ、まあ、まあ、まあ、いいカード。チャンドラを引きましたね。さあ、しかし、相手はスカラベの神。土地を置いて。プラス。チャンドラプラス。で。チャンドラプラスにした場合は、ちょっと、あの。 はい、ターン終了時に竹霊が打てないので浮いたマナーあーいや土地追加ではないんですかねタップインしかないんですよ青緑のタップインしかないので側かで単終了時に竹霊ですかね,すねセットランドをして打ち込んでいったんの有用を取りつつここでうまいこと引ければなといった形でしょうね次のターンはチャンドラプラス竹霊という動きができるので徐々に巻き返すための準備は、はい、そうですね みたいな形ですかね, 2>, そうですね2ターンぐらいはパスさせることができるので,、はい、でエンドステップ2個減って7つでもそれに対応してどうするでしょうかね一応うん、ハイドラをまだ捨てるには惜しいのでこのまま維持ででしょううかねそうですねそす、うん、やっぱりあそこはハイドラもすったいうちにしといた方が後のゲームが簡単そうではありましたけどライフ差がかなりあったんで。 <laughs> まあでもそのおかげで4点追加で入れれたという考え方もできそうなんですがうんうんそうですねあそこ1回通ってたので今のライフ差があると、うん、15だとだいぶここはどうですか思い切ってトークン出します僕は出さないですよね、うん、地上でにみを聞かせた方がさあ、えー、現状、河井さんが圧倒的に有利な場で引いたのはつむじ風、はい、もうこの状態では十分なドローかなと。うん まあ、どの道。次のターンにやることは。ほぼ決まっているので、紙、ね、を再び。出し直しですね。まあ、これ引くって分かっているんであれば、トークン出してますね。<laughs> <laughs> そうですね。三つちょうど補充できたので。はい、さあ、ここでハイドラも。もう相打ちになっても問題ないだろうと。そうですね。ハイドラを。捨てに行く。 まあ小澤さんが仮に3人2でダブルブロックしたとしても、ねはいえー、小澤さんのハイドラが殴り返せるような場ではないのでそうですね除去があれば逆にそれをすることで裏目になってしまうので、まあ、ハイドラを差し出すのが普通のそうです、ね、これだと裏目がない、ね、どちらもエネルギーを消費することなく相打ち、はい、でこのターンサイクリングをしつつみたいな感じかな これはけど僕は置きますけどね、僕なら。どうで,、ね、どうでしょうね、まあ、置いてもいい結構今、神が対処されなそうなんで、9、ま、な、あ、目指してもいいかなと僕はサイクリング派です,、ね、そうですね、メインでした方がいいそうでですねメインした方がいい派ですね、土地でも土地なら置けばいいし、うん、土地じゃなくても、どの道このターンキャストはしないので。 まあ結構今土地が嬉しいかなということもあるんですけがも,もちろんブラスカであったりそうです、ね、さらに、えー、この状況を良くするカードはたくさんデッキに入っているのでま一,応一番欲しいのは河合さん的には多分チクレイナズマだと思うんですよね、まあ、チクレイナズマを取りに行くわあこれは嬉しくない取てくれたのがよりにもよってちょっと有用カードでしたという。 今もう河合さんの手札には神が戻っているのでそうですねさあそして河合さん追加の神ですかねさあそしてここでトークンを出すかどうか出すでしょうねもうこのシチュエーションは出した方がいいさあ2体とも生み出してでこれで全員でチャンドラーに行って壊しにいくというそうですねやっぱりプレーンズオーカーはアドバンテージゲンとして優秀なので引いた 除去を引いたなら最高そうですね除去引いたので除去優先させていきますよねこれもう確定でチャンドラが壊れるのでもう本体にいってそうです、ね、今の勢いは確かに本体もありかむしろ本体の方がいいもう小沢さんがここで除去一枚使ったところで、えー、つむじかぜ1体とならずまも,も先生成が死ぬぐらいなので <6点 S 1>、えー、最低でも六点入,入って飛行クリーチャーが四体という でも、これ。小沢さんがつむじ風。風引かれちゃうと。結構逆転される目があるので。いや、まあ、念のためチャンドラ壊した方がいいと思うけどね。まただ、つむじ風以外で返すのはちょっと難しい。場ですよねそうですね。まあ、どっちを選択したんでしょうか。さあ、この戦闘が終われば、ね。三になるか。三になった。さあ、小沢選手、これを巻き返すには、つむじ風を両替な回酬するか。つむじ風。欲しい。 ただ小澤選手両替押しは1枚しか含まれていない先ほど追放されてしまったのでもうつむじ風を引くしかなさそうですただエネルギー自体は豊富にあるのでつむじ風が引ければそうですねいきなり逆転プラスかなそうですねチャンドラでトップにもう本当につむじ風しか残ってないかなちょっとそうですね他のカードでの逆転は難しそうですちょっと除去除去除去みたいな 贅沢に稲妻を使っていくプランとかもあるんですがあちゃー、<laughs> 盤面で欲しい、うん、むしろセットランドしたい、それをそうですねただチャンドラの能力は土地は出すことはできないので、はい、残念ながらここでゲームセットとさあ川井選手が取り戻して、はいえー、ここからサイドボードが使用できる 1, 1, 1でそ1ですね、はい、いい感じのさすがに先手だとその 2枚、預かんだ日差で後手だと預かっただけみたいな感じにしそうですけどね、騎馬長銃を先手だと残す、はい、後手だと除去を削るみたいなのがベーシックな、うん、そうですね策薄を抜くみたいなのがサイドボードプランかなという印象ではあるのですがさあ小澤選手はもう文句なしの手札ですね。うん 一方河合さんはでもキープしたように見えますけどね今、始まりの合図を待っているようなタイミングかと思いますがそれか河合選手が今、マリガを悩んでいるかさあ、始まりました、はい、お互い7枚でゲームがスタートまあ土地置くルートを考えてたみたいな感じですか、ね、ああ、なんかこれ緑マナ中なさそうな雰囲気がしますが結構、このデッキで山スタートっていうのは。 まあ、山は青緑ランドってのはよくある流れですけどね。珍しい。山島。さ山島はかなりマニアックですが、しっかりしぶきで。まあ、これ後手専用カード感がそうですね。もう河合選手も相手が木花が残してくるのは分かっているので。はい。からの。さあ、河合選手けど、緑マナーに困ってると言ったことはなさそうですね。おお。 あじゃあマグマのしぶきがあるからいやマスタートみたいな感じでしょうか、ね、いやマグマのしぶきはたまたま2ン目に引いてましたなるほど興味深いさあ小澤選手は一気に加速しますね山か島か沼か島欲張りプラン1枚目は何だったか見てました森ですか、ね、1一枚目は森ですね、えー、と緑赤をタップイン、うん、次冷気拠点でこのターンは えー、緑赤から森を持ってきて直置きですね、うんまあ、単純に青のスペルが多いからっていうのもあると思うんですけど、まあ、手札にちょっとスカラベの紙があるのでそれを悟られたくないっていうのもあるかもしれませんななるほどなるほほどどただ青のダブルシンボルの呪文が多いんで、はいろいろな都合上っていうのが一番大きいと思いますがからのの島を置いてハイドラまずは脅威その 1, そうです、ね、1> ごっついぞみたいなまあまあ可愛い方ではあるんですけどね まあただやっぱり対処法が限られているパーマネントの一つではあるので川、ね、合選手としては、えー、こちらもハイドラを出し直すかただ出ないんですよね残念ながらあそうですねちょっと試層の自信があればこの置き方で問題ないんですけど川合選手あれなんですよ島、山って置いた後に3ターン目のドローガーのアンタップインのファーストラウンドだったので緑マナが用意できなかったようです。 まあそうですね。守りを,を置いた方がいいかなと、うん、スカラベあるぞみたいな雰囲気を顔し出してますね。まあ現状も緑緑ハイドラ以外はすべての色まなさっている状態なので素直に。はい、そうですね。さあそしてつむじ風を追加して守りを固めつつ。なるほど。エネルギーは2体分8つですね。 とりあえずハイドラが攻撃はしそうな気はしますが <laughs> どううなんでしょうか後続が出せないのであればハイドラは殴れないんですけど後続が出るのであればハイドラは殴ってくるかなという小澤選手ちょっと手札が難しくてスカラベの神ならず者の生成やチャンドラスカラベ蓄霊ですかね。 ちょっとチャンドラはあまり場待ちが良くなさそうなのでこのターンは生成や出しそうな気がしますがどうでしょうね僕、うん、チャンドラでプラスしそうですけどプラスで除去みたいな一応見た目上何をやっても落とせないそうですねチャンドラの敗北されないかりは残るのでこれは嬉しいドラですね構えることができる,るで,きるでなおかつ次のターンのスカラペがこれで確定したので いやーでもこれねチャンドラがあるとそのチャンドラの大使を迫った上でスカラベっていうパターンにできたからちょっと苦しいかなまあちょっと5枚目の土地が確定はしてなかったんで,で、ね、あとは最悪のパターンは河井さんがチャンドラで返してくることですかね、はい、一番考えうる中でまあそれだと河井さんは攻めている、ねね、なかなか戦闘民族 さあ、ここで小沢選手もダメージをそうですね。これ、そんなに差をつけたくはないという一勝率、ねね、同じぐらいだったらいいんですけど、ちょっと河合さんの方が明らかに有利、はいえー、打点が優れているようだと困るので、一体を対象。でもこれはどうでしょうね。難しいな。ここは。<laughs> ここスカラベ叩きつけがたいんですよね,うすよね攻撃したってことはスカラベ叩きつけた方が良さそうに見えるんですけどねまあちょっと両替のオーに対しても対抗手段がないのでまた手札的には行くしかないかなと思いますちなみにチクレイナズマとかスイカの受験はもうないんですよ、ね、ですチャンドラチャンドラスカラベヌマですね手札がじゃあ,、まあスカラベ叩きつけのターンかな さあ対する川井選手アンタップの土地があるんだったらここでブラスカが登場することになるんです<や> <laughs> でブラスカを守りつつちょっとスカラベに戻ってもらうとささああブラスカ登場ですさあ神を殺してちなみにこれ、刑事的に言うと圧倒的に川井さん優位になりましたねツーアクションどうしても必要なのでブラスカが落ちないと。 まあちょっと何体殴るか難しいですけどね、まあ、ブロッカーには2体出させておけば十分だろうと、えーうね、今エネルギーが3つあるのでもう1体出すことができます帰ってきてさあ川井選手手札にもう1枚ブラスカがあるのかななるほどうんどうしたものか小足、まあ、に行ってそれを、うん、合選手これは想定の範囲内 ここはトークン出してもそうですよちょっとこの状態が続くとブラスカを浪費しているような形にいやまあ壊しこれ殺してブラスカ出し直してトークンじゃないかなしもしブラスカがあるのであればそれが一番そうです、ね、ついに攻守が完全に河合さん優勢に。 今も同じぐらいの殴り合いをしているんですけど河井さんはブラスカをちゃんと守りながらブラスカがいるとね <laughs> まずブラスカの処理が求められるので中精度がそのルートを取りそうですねブラスカブラスカで,しかしで河合さんはブラスカに好かれてますね,そうですね、えー、高橋選手との試合でもここぞという時に駆けつけてきましたね さあそしてここでトークンを生み出して、はい、で先ほどと同じシチュエーションですねもし何かの緊急時にはトークンを生成してブロックをするよというこれ3つですねで、まあ、2体で攻撃で10対ライフが11位になるところですかね、うん、まなんであれば海賊トークンの方が強いのでまあもう殴ってきたら飛行機,械機械でブロックするという。 小沢選手にちょっとそのクリーチャーに除去を打つ余裕はちょっと,とてもじゃないけどなさそうなので <laughs> まあこののプレでで問題ないのかないかともブロックアサインが成功するんであればなんか無理しないこともないかなという印象はあるんだけどねまあけどここの一点大きいですけど河、ね、合選手としてはトークン、えー、生み出して飛行機械でブロックしちゃだめて除去が飛んできたんだったらまあ海賊を差し出してそれだとこのターンで1点を倒せてダメージもそこまで大きくは変わらないので。 実際、小澤さんもずっとスカラバーを呼んでるだけのターンが続いててょっと,とてもじゃないですけど除去を挟む余裕がななそうなのでまあ無理やりでも多分さっきのターンはチャンドラにした方が良かったんじゃないかな、うん、小澤さんの2ターン前ぐらい神を呼んだターン赤、赤からマナを出してならず者の生成せやにした方が。 良かったようにも見えななくはない小澤選手、実際そのチャンドラの2マナがあるとかなりゲーム運び楽ですもんね、そうですねちょっと土地が止まっているせいでずっと窮屈なゲーム運びが続いてる一応、はい、勝ちパターンというか、でも9マナに到達さえすればそのまま神からの釣りみたいな小澤選手につむじ風があるとだいぶゲームが変わりそうではあるので,です、ね、ただ、ブラスカももう多いとんでもないですからね。 まあ,あまあ、奥義イコール勝ちみたいな,もんなで。そうですね。接し、あ、えっ、ー、と、威迫を持ったクリーチャーがいる状態で、ライフが一位になってしまうので。えー、河合選手はなおかつ、の時数のトークンもあるので、残り一点を削り切る術は。たくさんあると。<laughs> さあ、しかし、あでも、カミーを選択しましたね。もうあれですね。どちらかというと、ブラスカの奥義を使わせないために、マイナスさせるぐらいの。うん。これだと、辛いかな。 さあそしてここで川合選手は2枚目のチクレイナズマを手に入れて、ね、完璧ですね川合さん的には、まあ、トークンを出さないですからねトークンを出してしまうと受けの対象になり得てしまうのでギリギリまで引っ張ってますねギリギリまで引っ張れるだけの余裕があるということなので,そうですもう出さなくても攻防はしっかりできてるということなので、うんはいまあ、多分引行トークンだけで攻撃して僕は結構もうトークン出して。 スカラベにチクレ打は打ちそうですね打って10にした上でエンドステップにチクレを打ち込んで無効化した上のさララスストトタターーンンですラストターンですねブラスカの扇は対象のプレーヤーのライフを1にしてしまうそして川上さんの場にはクリーチャーが最低でも4体。 エネルギーを使用することになればもう1体飛行クリーチャーが増えますま一応チャンドラのプラスで傷つけるというそれ, <laughs> それはかなり苦しいですね結構やらざるをえなさそうですけどほ、ね、かにすべがなさそうなのでいやもうちょっと早いターンにそれをした方が良かったかなと思うんですけどね、うん、ちょっと苦しすぎてこのシチュエーション。 本当にもう他に選択肢がない状態までそうですすねね追い込ままれちゃってますよ、ね、さあ起動してブラスカに2点, 2> 2点最終奥義はこれで防ぐことができたんですけどこの状態、ワイさんは延々と海賊を増やしながらブラスカの奥義のそうですにらみを利かせることができるので,で、ね、現状、仮カワイさんが有利ですもう小澤さんは攻めることもままならない状態なのではい生成矢を出してブロッカーに立てて終わりといったところでしょうね。 何かの間違いでうまいことチャンドラが生き残ってくれればなぁといったところでしょうかそうですチャンドラが生き残ることができればまたちょっとマナにはしばらく使えないんでずっとブラスカが奥義にリーチをかけている状態なので生きてさえいれば逆転の目はあるといったところなのですがさあ、短視表示にスカルベが誘発しました。 合選手は今、トークンを出すか悩んでるんですかねそうですね、逆に言うと、河井さん的にはもうチャンドラだけは落としておきたい、さあこれはもう、純粋にエネルギーを増やしにいったと、なるほどトークンで飛行戦力で畳みかける、これだと多分、チャンドラ確定で落とせますよね、地上に、えー、<れ>威迫がいる以上は、全力でチャンドラに殴れば、多分、チャンドラは守りきることはできないと思うので。 でエネルギーがゼロになりちなみにこれ、生成屋に打ち込むことによってみたいなのはなかかったんですかブロッカーをどかすということです,かそうですね、それだと飛行が、えー、2>, 飛行2体 2> 飛行が2体で,2体にで,で3で,で2二フィアが確実に通る、<だ>フィアじゃない、威白か、つむじ風が死にますから、その過程で全部でチャンドラに行くと。 それでもいいかなという気はするんですけどねエ、ね、ネルギーがないならまあただうん難しいなとりあえず引いてみてから考えるとか <laughs> そうですねまならずも生成やをブラスカで殺すっていうパターンもワンちチャン、まあ、なくはないのでなくはないですね、まあ、確かにドローが強いんだったらそれも全然いいと思う <laughs> というよりまあそのターンにして 川イさんはちょっと悩んでるんでドローがあまりよろしくはなかったのかまあそうですね、ここはもうほとんどスペルなら何引いても勝ちきれる場面なのでこれは川イさんとしては本体もまあなくはないですね。小澤選手があのチャンドラにマナを使って、はいえー、神から 何かをするっていう動きは封じられてるのでブラスカが、えーまあ、攻撃に行っちゃうと、返してそのブロックが手薄になっているのでハイドラを通しちゃう状況になっちゃうと完全に逆転してしてままいません地上があんまり行かない方がいいかなとう飛,行、うん、飛行だけで、うん、詰めるのも。 微妙なライフなんですよね、無理をしてそのリスクを取るか安全策を取るかどっちにしてももう数ターンで決着はつくのですがリスクを取ると2ターンで決着がつくただまあ僕はリスク取りたくないかな、の叱責とかされない限りはそうですねまあそこはイレギュラーなんで仕方がないとしてもそれ以外だとしっかり勝ちきれるようにプレイしたい。 うん、ちょっとチャンドラを残すのはリスクが高すぎるような気すすするんででねねそうですねちょっとあの小澤選手が、えー、ま,あまさしくスムージー風を引いた時なんかに一,一気に逆転されちゃうんでできればプレーンゾた方が、はい、<laughs> 先ほどはそれを踏まえた上でえで、ー、リスクを取りに行って勝っていたので可井さんのゲームプランはどちらかというとリスクを取りに行く。 形なのかなという気もするのですが結構積極的にこれまでのゲームを通じて本体を殴ってるような印象を受けていますが、はい、難しいそう、いやここはかなり難しいですねブラス化はできればプラスしたいところだとは思いますけどねんただナズマの生成を避けておっと旅外の応酬旅外の応酬だと結構本体削るプランを考えているありえますねそれは 両側の押しは確かに本体削りにいけるだけのポテンシャルはあります、ねまあ、多分悩み方的にスカラベではなそうなのでさあ両替のででしたう,で、ね、うわーって感じですねこれは、えー、ブラスカが睨みを利かせたままクリーチャーたちも攻撃に行ってもいいような確かにこれは全般してもいいしただもう5点でも相当小澤選手としてはきついですよね5点、えー、威迫と飛行だけで,そうです、ね、さらにこれでちゃんとドラが落ちるのも、まあ に行くんじゃな、ね <laughs> うん、確かにカードが強すぎてなんかここで使っていいのかなっていう気にあか確かになるまあこれでブラスカの奥義もあるんで完璧でですすねねそう川の押収以外ではそうですねしかも打たれたとしてもまだ川井選手は全然リカバリーができる状態なので、はい、え小澤選手は3回ハイドラをパンプできるんですけど11点には届かないので川の失跡を打たれたとしても川井選手はまだ逆転の目が。 しかし小澤選手つむじ風は引けたのかなつむじ風ちょっと手札が分かりませんがただブラ,スカのがブラスカの奥義がすごい効いているのでうんブラスカの奥義は基本的にしのぐことはできないあ,<ー>あこれはもうだめで,、ね、ですね。ブラスカの奥義を使った瞬間に投了みたいな感じでしょうかね。 や除去でもいい<あ>いや待て待て、<laughs> やはり大きか <laughs> ライフを1にするぜからの全突ですねスカラベの神を出すプレーってあんまり好きではないんですよね。<laughs> 両替の応酬とかされると逆に不自由になってしまいますし。 さあ先手は先ほど敗れてしまった小澤選手ですそうですね今、えー、河井さんが大手をかけている状況1の0の2ですねさあいいスタートですねさあ対する小澤選手も2段目にこれ呪文貫きとか持ってるもしあのいやないです <laughs> <laughs> 単純に河井さんが何持ってこようかなって悩んでるおこれだけど珍しいパターンじゃないですか緑がないと思われる中で山をサーチしてきました 除去を打ちたいから山を持ってきたというふうに見えますねちょっと手札にチャンドラが見えたんで赤赤がないのかな霊気拠点はあったので、まあえー、手札の呪文のラインアップ的に山を持ってきた方が、えー、最終的に使うエナジーの数が少ないと川合選手しっかりこれを除去で対処して時間を作ります 1>, 1になってからこれ結構面倒くさいんですよね <laughs>。 さあ小沢選手、ちょっとここで土地が止まってしまったか1になってから4になって2になるんじゃないですかあいや山から打ってんであそっかそっかそっかここで川井選手、多分もう1枚除去があったと思うんですがさあここで除去を当ててもう小沢選手の動きを縛っていきますこれは厳しいさあ小沢選手、引けるか、ない引けない。引けない 引けない上にとても引きたくないものを引いてますね。失<礼>な <laughs> いやいやいや、事故ってるときにこんなね、長級生物が出てきたらもうさあ、そして川合選手はマナクリーチャーを追加して小澤選手、まあ、ここは焼きたいな、ここ焼けないそうです、ね、ちょっともて札がさあ、間に合うか、ういやでも、焼けない上に駅との調和ですよね。ってことはやっぱり焼けないじゃないかな。 この1ターンのラグは大きいですね、大大ききいいでですすねねめちちゃゃく3マナ目はようやく手にすることができたんですが、このターンマナクリーチャーを除去することができずに、川合選手のチャンドララですかね。ただ、えー、否認を入れたりっていうサイドボーディングもありえるので、はいえー、川合選手がどう踏み込んでいくか。でただし先手ですからね そうですね。ざわさんが先手番で、そういう限定的なカードを入れるかと言われると。まあ、あと、あの、きばながの子が残ってるんで、まあ、スロット的に、ちょっと、そんなに入りきらないかなという感じはするんですが。そうですね。叩きつけに行くとは。僕は叩きつけるべきだと思うし。ある慎重派ですね。ちょっと。タップアウトですけ待つか。うーん。ちょっと、これは消極的な気はしますね。もったいない気は。 ただ河井選手としてはもう最悪飛行機械トークンを出して攻めてもいいですし、うん、いやあんまり出せなくないですか、これそうですちょっとマナがきつすぎて <laughs> さあ小澤選手は遅れを取り戻すべく、はい、ただ、まあ、これでタップアウトもしてつながってはい,るい,い、ね、つながってはいるが手札にあの、はい、つむじ風もしっかりいるのでこれで。 番面のクリーチャー自体は次のターンからしっかり止めていくことができそうです,そうですね持ってくるのは山か森かといったところでしょうかそうですね青々<ー>もう出てるのでそれ以外の土地になりそうですまあ森かなでも緑のカードそれなりにもう使っちゃってるんですよね山の方が受けが多いかなただ山も山は山で あんまり必要ではなでそう。あ、ただ次のターンにその挙昇から除去を引いた時の動きの時に山の方がスムーズなんですよね。ね最終的にはあまり変わらなそうではあるのですが、あ攻めますね。まあ一対は出しても問題ないかなと。あ、そうですね。一体にとどめたんです、ね。二体だとすっごい。二だと厳しいですね。マナが相当苦しいですからね、これ。はい、三点のブロック。 からのあここは満を持していくらなんでもここはチャンドラですよねでプラス本体ですか <laughs> エネルギーそこではない <laughs> 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 気持ちはわかるがそこではない <laughs> まあちょっともう今日本当に長丁場なので疲れもだいぶあると思いますがす、ね、さあ対する小沢選手ここです。からベの神の今これエネルギーが四つ,つでチャンドラの中性とか五ですか えー、なのでエネルギーが4です。ちょっと先ほど間違って増やしてしまったのでどうなんだろう。うんどっちなんだろう。うんうマナーが一つ減りますよね。エネ,エネルギーが一つ減るのでさあ今のところエネルギーはちょっと今一、えー、つ多くなっていますがここ難しいですね。ようやくこれで自由にできるマナーがそうです大量にあるので。 さあそしてこれ、でも川の叱責チャンスじゃないですか。そうですね小沢選手叱責されると結構この世の終わりみたいなただ川井選手もぎりぎり今のランドを引けたので、はい、さあただ小沢選手どっがいないかみたいなああ引かないもう一旦生きれるかな両替な応酬は見えたんですが。 業界の応酬で返しますか。まあ、ただチャンドラがちょっと奥義までこれは届いてしまいそうですね。可愛いですね。七ですよね。チャンドラの奥義は。そこで川の失跡で一回リセット。してまたです、ね、どういう。そのまあ一応これで川の失跡までは繋がったので。そうですね。打てることは確定したので、このターンを。どういう耐え方をするかのように見えますね。うん。でも思ったんですけど、これ。はい、盤面で。 10点あるので,なのでこのターンを頑張って両替の,の応酬するしかなさそうですねクロックはちょっとと低く下げとかないと10点くらってチャンドラで出して12点というプランでちょうど死んでしまうので <laughs> 両替の応酬しかなさそうではありますが川の叱責までに、えー、盤面だけで10点が確定しているのでチャンドラを出し直すさないときにその2点残りの2点も削られてしまう。さあ ここで両替のでの取り返しましまた、はい、無理ができない、除去、除去、除去とか、その何かひどいパターンで全然負けてしまうのでさあただ、川井選手はここでチャンドラー扇に王手もかけつつ、今、エネルギーが多分正確には一つではないかと。さあ川井選手もここ、川の歯跡などをケアするか。 どう動くかいやーここ難しいなあ、川の史跡って基本ケアすするんですかここまでかなり有利な状況であればケアした方が良さそうな気もしますす、ね、そうですねただ、あんまり遠慮しすぎるとスカラベの神だけで普通に盤面で負けてしまうことがあるので、はい、小澤選手にすぐ打たせるような場の方が好ましいですかね、うん、まあ今チャンドラの奥義がリーチなので小澤選手としてはえかなり打つしかなままた悩ましいカードが めくれましたねこれはさすがに素出しをしたいような気もするそうですね,ですねちょっと2点で済ますにはもったいないカードには見えますただ河合選手の手札には、えー、川の指跡などもあるのではいさあしかしこれをしっかり唱えてで土地を引ければ嬉しいなみたいな感じでしょうね土地は引けないけど、まあ、なんか青いカードを引いている多もしれですね 1審は今のはあまり影響がないですね追加のクリーチャーを出して1点当ててエンドかなさあしかしもう守りは固いですねはいでもここは叱責のターンそうですね小沢選手としてはちょっと他に選択肢が、ま、土地が伸びてないのが小沢さん的には 良かったですねここで土地がちょんちょんって増えていたらう、ね、もう叱責してもすぐリカバリーされそうな展開だったのですがこ,こ,これでうようやくその2アクションをしなくてはならない立場が逆転しましたね河合さんがスカラベの神を対処しつつ盤面を処理しないといけないさあこれで,で5点ライフは12対15 こうなると土地は小沢選手の方が多いですしそうですねもうむしろ土地以外欲しくないみたいな感じですね、スカラベの神がオンになっているのでただ、川井選手の手札にも多分川の出席があったように見えたので川場の出席タイムをどこでで、ね、のタイミングで出せるようにあとはこのターンのリカバリーの仕方ですね。とみマナクリーーチャーつむじ風だっ かえー、チャンドラからマナを出してつむじ風、まあ、チでしょうかね、チャンドラが一番残ってほしいですよね。そうで,すねでもちょうどおあつらい向きにタップインの土地を引いているので、僕ならそうしそうかな。赤赤がちょっと まあやっぱり今この多少遅れてるというか川井選手が盤面で押され返した中で、はい、まあリカバリーとしてもチャンドラが一番最高ですよね、ね2マナぶ分にもなるので次のターンからの動きもぐっと楽になるので、まあ、単純にマナクリーチャーと、えー、つむじ風のあチャンドラの比較だと増えるマナも一つ多いので。そうです、ね、に見えるのですがこちらを優先させましたね。 確実にエネルギーを増やしにいく多分ですけど川井選手のプランニングとしてはこのたびにもトークンをグッと出して、はい、川の蓄積というのも視野に入れているとトークンが今3体ですかね3体出せるんで、えー、1、2、3、4、5、6、7点7点分のクロックがあって片や小川さんもなかなかベストに近いドローをしましたね 助教,を引いた助教を引いたのでた分ん助教を構えてのパスかな、うん、そうですねスカラベの髪で墓地のつむじ風を狙いながらまあこれエンドステップにつむじ風がエネルギーの総量がちょうど今、トークンの数で言えば全く同じぐらいなのでそうですねトークンをどれくらい出すか3対2に出し,した。 いや難しいな、これでここで川の叱責で削りきれるのかなまあけどまだ温存しそうですけどねここで満を持してチャンドラを出して、はい、で次のターンに叱責だと多分返せないと思います小澤選手はただこれ攻撃をしちゃうとそのそうです、ね、このターン守りに徹した方が楽かなという気はします、はい おさあただ強気に空で行きましたとなると下さいからのまあお見合いですべて<生>3体追射目ですか2体でもいいかな1体残すことに価値はありそうですねライフもあんまり減らしたくはないのですが、まあ、3体取りましたね、うん、火力があるから大丈夫だと,とさあそしてチャンドラを 出ししてででプラス、まあ、赤赤でしょうねまあ一応つむじ風を落とすプランもまあなくはないかもしれないですね。いやーでもつむじ風は補充できますからねちょっと5マナ3マナーこれはスタックで殺されるんじゃないですかです、ね、つむじ風をここで殺してトークンの生成を阻みます。はい で、エネルギーが3つになりましてワンドロー,ワンドローで、赤、赤、これ、結構厳しいそうですさ、うん、先に違うアクションでエネルギーを貯めた方が良さそうでしたけどね。そうです、ね、この状態、チャンドラがかなり落ちやすいので川合選手としてはちょっとチャンドラを守りきるのはもう諦めた方がいいかもしれませんし。まあけどこれ つむじかつを落とさないでライフが単純に危ないですね川井選手は10しかないのでそうですねもう結構強制的に、うん、それも含めて今一体トークン飛行機械トークンが残っている残ってない大きかったような気がするんですけどね、うん、さあそして小澤選手はスカラベがアクティブなまま自身のターンを迎えますさあアップキープアップキープはつらないかなちょっと釣りたくはないかな そうですねこのまま引いて土地を引けたときの方がプランの幅そうですニコルが伸ですからねニコルもありますしつむじ風、えー、リアニメートっていうプランも取れるんでチャンドラが、はい、さど川井選手としてはチャンドラーがここで生きたっていうのは結構大きいですねつむじ風がもう1も持ちに行っちゃったんですよね今の先ほどの攻防で、うん、なので、えー、小沢選手はつむじ風で途切れることなくチャンドラーにプレッシャーをかけ続けることができるのでこれはどこかの段階で そうですねめくれない限りは川の失跡を打つしかないようなシチュエーションになってますね,すねここはけど打ちやすさ的にはかなり打ちやすいですよね川合選手、ね、一見、えー、もうスカラベで何かされてもあんまり関係ないのでワンドローぐらいですかねこれいい勝負ですね,いいですねうんどうするんだろうこれ川合選手も他にもまだまだスペルいっぱいありますからねそれがどういった,ったそうです、ね、今これマナが大分開いたので,そうです、ね、4 4、うん 川の失跡を打ちつつ4マナ余っているのでそこは大きいですね、うん、川井選手、もこれでチャンドラをプラスした場合は10マナ出るんですかね、はい、土地とマナクリーチャーから4マナ、ね、え8マナ出てチャンドラで2マナさあそしておなるほど4マナを浮かせた状態で、はい、これは。 対応して釣ったところで川の失跡でしょうかねただ,ただつむじ風が1、はい、一体しかいないのかそうですね、まあ、なのでここで、えー、川井選手は失跡を使うかもしれません失跡、まあ、を使うターンのように見えますねさすがにもうこれはスカラベの神チャンドラマナが2倍近くという状態で場面をリセットされてしまうと、はい、えさらに小沢選手のデッキに川の失跡が1枚というのは川合選手も,も使い切ているのでそうですね むしろまあ失跡をね一番いいターンですね失跡がそうですね川の失跡はあの打って打ったターンに勝つのが理想に見えるかもしれませんけどこれほど圧勝の場だったらはい、えー、ら打ち消しがあるかどうかですね、えー、ジェイスの敗北が、ねはい、僕まあちらつきますよねまああとはちょっと四マナ立てて、えー、まあこのターンは川井さん自身がリアニメーすることもできるのではい プラスにしたもうだからリアニメートするんでしょうねといやでもこれターンを返しちゃうとまあもうにらみ合い、えー、小沢さんにも何もさせずに河合さんも何もしないそうですよねで1点ルーズでさあ,ライフが9さあただ現状小沢選手このままのリソースだとチャンドラを殺すこれ全員アタックされてしまうとかなり 引っつないですかなくてもいやでもそれでも結構不都合なブロックアサインになりますよねしかも土地引いてるのでニコルも見える中途半端なアタックをしちゃうと これはでかいですね小沢選手先に本体に殴るのは結構面白いかなと思いますけどうです、ね、僕どうですか本体派なんですけどねこれ多分河合選手ちょっとまなくり失えないですよねこう戦闘後に一方的に小沢選手だけスカラベの神を使える状態になってしまうのではい。さあしかし小沢選手は、えー、まずはつむじ風を出してエネルギーを増やしますで全員チャンドラですか、ね、僕本体かなああでもそうかこのプランを取ったってことはチャンドラに向かって 行きたいという。本体ですね。これでライフが、えー、川合選手発になったので、次のターンが無事に来ればあるぞと。さあしかし川合選手も、えー、マナを使わせて。でこれで川の失跡タイムですね。そ,すねそれに対応してそれを奪います。さあもうこれは川合選手の目論み通り。そうですね。さあ小沢選手盤面的にはもう圧倒的にリードしているように見えるんですが。 ここまでためにためた切り札の叱責が待ってるとぴったり死んでしまう1残るんですが事実上死亡のようなもんです,、ねうですね、これを返さなきゃいけないんで,でニコルでは足りないとさあそしてマナクリーチャーとスカラベの神になっている多面相で、えー、盤面だけで7点チャンドラを合わせて9点は確定しています さあスカラベの神を追放して本体に2点そして9点アタックして7点で1位ですねでマナクリーチャーを追加して終わりと、えー、小沢選手はこの全てのパーマネントに対処しないと生き残ることができません、はい、えクリーチャーに関してはつむじ風ですべて止めることができるんですがです、ね、チャンドラとスカラベの神も対処しないとさすがにちょっと無理ですねハードルが高いですねさあ手札にはニコル・ボーラスもいるんですが川合選手のライフは8 もし全員で殴ってたらどうなってたのかな本体ですよね、はい、本体に殴られると川井さんブロックできなさそうでしたけどねそうですよねちょっとあの状態で小澤さんにのみスカラベオッケーするのは得策には見えなかったのでなんか4点くらいはするせざるえないみたいなまあだから地上多分通ってましたよね地上の,、うん、あのスカラベだけ多分ブロックされてそうです、ね、44と11が本体通ってっていうふうになってたかもしれませんが。 まただニコルボーラスまで考えているとブロックしそうですが、まあ、その辺はちょっと難しいですねそうで、ね、アイテムリストをしっかり見た上でゲームをしているので多分なりません的な感じでしょうかねこの生成矢はさあ盤面をしっかりもう一度確認して さすがに2体を対処する手段はないように見えますさあチャンドライン2点,2点でそうですねアップキープにつって終わりですねさあスカラベのカビが動いてでライフが1位1ルーズですねはいここでゲームセット t h e f i n a l 2 0 1 7チャンピオンは川井悠介選手でした あー、ごめんなさい。<laughs> すいません。どうしたの津村。疲れてるね。大会は何度も間違えてしまいまして。ザラスト a 2017<ー>、えー、チャンピオンは河井祐介選手です。おめでとうございます。<laughs> すいません。決して自分が大好きなわけではな <laughs> いです。申し訳ないです。